後半戦の時間帯は荒れた天気と変わりましたが、ここに来て雨は上がって、そして風もだいぶ収まってきました水面状況です。今日から6日間のシリーズ、マンスリーボートレース杯。初日の最終レースを迎えました12レースは戸田選抜戦です。対戦メンバー1号艇志賀丸野和樹、2号艇大阪田中慎一郎、3号艇東京飯山康、4号艇兵庫古月博、5号艇愛知杉山博成、6号艇埼玉松本純平、以上6名の対戦です。初戦は2着のスタート、1番のバルドが優先となります。前半戦大外からでしたが追い上げる展開でした。2コースに2番の田中、その田中とともに前節のユースモーターにしました3コースに3番の飯山、連勝をかけて登場は4番の古月、4コースカロイチ、前半戦は逃げての勝利。5コース戸田、前回優勝は5番の杉山、地元連続参戦6番の松本。さあここは A1 相手に挑みます。6コースからでスタートまで10秒を切りました。進入隊形は1コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。3番の飯山を飛ばします。これから最終周回です。